省が先ほど発表しました。男性は入院時熱が38度台あり、マラリアと診断されたということです。男性は症状が回復次第退院するということです。大型のサイクロンが直撃した南太平洋の島国バヌアツでは、被災者が国の人口の半分にあたるおよそ13万人に上るとみられるなど大きな被害が出ています。